次に高橋静子君。はい、高橋君。日本共産党の高橋静子です。本日は五人の参考人の皆さん、あのご出席いただきまして、あの貴重なご意見をいただきました。あの。 最初の陳述だけでなくてあの皆さんのやり取りを聞いていてあの一つ一つが大変参考になると思っております、そういう意味ではもっと時間が欲しいなと思っているところなんですけれどもちょっと今の続きみたいになってしまうんですけれどもあの、えーと、よろずや参考人と西尾参考人にまず伺いたいと思います。あの介入と支援の,あの分離について あの先ほど、よろずやさん、ここに少しお話しされたんですが、やっぱりあの自創の職員の,あの視点から少し考えてみたいなって思うんですね、事件があるたんびに自創が関与していたのにということが明らかになって、のものすごく責任が問われるわけなんだけれども、しかし現実は、本当にあのあのもう、 ある程度の防弾をつけたりなどして命の危険と戦いながらあの頑張っている職員の姿というものがありますし本当にこう経験を積んで集団で取り組める体制というのがあの作っていかなければならないということをいつも思っているわけなんです、で親から見ると実相が来たというのはもう引き離される、そういう,あのもうすごいもう敵のような存在であって、ね、あのだからこそ介入の仕事なかなかやりたくないという意見も多いと思うんですね。だだけどだからこそ あのどちらもあのこう,うまくこう引き継いでいったりとか、どちらの経験も積んでいくとか、そうしたこともやっぱり必要なんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうかよろずや参考人そう、えー、と介入と支援ということで言いますと、深刻な事態になった状況においては、もう児童相談所がやっぱりもう保護するっていうことを。 決断しなななければならいないいとううふうに思いますそのこの一時保護というのをですね、その深刻な状況のときに介入して一時保護をすると、なかなか返すことができないんです。私はですね、あの早めに保護っていうことをしていました。あのまだ深刻な状況ではないうち、例えば1回叩いて、あの学校で通報があって、顔に、 あ,のあざがついてたもうこういう場合にはすぐ保護してです、ね、それから親を呼んで話し合いをする、初期の状況ではです、ね、親と話し合って、親に虐待をしない、暴力を振るわないことを約束させて、返すことができました、ただ、治療を必要とするほどの状況になってからの介入っていうのは、大変あの難しいというふうに思っています。 ですから、どの時点で一時保護を決断するのか、これは各児童相談所によって違いますけれども、虐待状況、暴力がそのおうちにあったら、早めに介入すべきだというふうに思っています、その方があ後の支援につながるというふうに思っています。す。以上です西尾参考人ごご質問ありがとうございます。 支援と介入のレベルについては二つあると思います、一つは児童相談所内でこの機能分担をすること、もう一つは都道府県と区市町村の役割分担ですで、都道府県と区市町村の役割分担は先ほど申し上げたとおりです、えー、児童相談所内で考えますと、東京都では今、虐待対策班というのを所内に作っております。 えー、まさに虐待の初期対応だけをです、ね、専門に行う班でございまして、えー、10人弱の児童福祉で構成・児童心理師で構成しておりますで、これは効率面から言ったら非常に効果がございます。 ただ、先ほどおっしゃ、どなたかおっしゃっていましたけれども、なかなかこればかり、虐待の初期対応ばかりやっていると、この児童相談所のスキルとしてどうなるのかという、そういった面もございます。例えば私どもとしては、1年、2年半で対応したあとは、地域担当という、 一般の児童福祉の業務にローテーションをするとか、そういった工夫をしながら、スクリーンアップを考えております、ただ、支援と介入の役割分担については、今のところ、効果を上げております、ただ、これはベストは何なのか、常に考え続けていかなければいけないテーマだと思っております、以上でございます高橋千鶴子君。 ありがとうございます。あの引き続きちょっとあの考えていきたいなと思っておりますが、またい他のことも聞きたいものですから次に行きたいと思います。あの花島参考人に伺います。あの仙台市のモデル事業に関わった経験からアドボケイトの重要性についてあのイメージができるようにお話ししてくださったと思います。ありがとうございます。であの子どもの権利条約に照らしても意見表明権の尊重は不可欠と思うんですけれども、同時にあの子どもたちがまあ、本当の気 気持ちを引き出すあるいは気持ちに気づくっていうんでしょうか、そのことは非常に困難なことでもあるかと思うんです、まあ、例えばこうトラウマだとか、親との支配関係ですとか、あ,のあるいはその一時保護された状態のままでの,あの環境がなかなかこう思うようにものが言えないですとか、まあ、いろんなことがあるのではないかなと思いますが、その、まあ、少しこう経験を踏まえて、あのご意見を。 いいいただければとと思まますす島参考人 <laughs> ありがとうございます、えーまあ、どういう子どもの像を想定するかによってです、ね、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、えー、私が接してきた子どもたちから受ける印象は、大人がちゃんと向き合って話を聞いてくれる人もいるんだと。 いうことにあの、まあ、驚いて、そ,れそこからぽつりぽつりと話してくれるという子どもが圧倒的に多いと思います、えー、どこかでこう声を上げてもそれが受け止められない結果、もう大人は助けてくれないものなんだという気持ちのまま、これ、一時保護所に来た後も同じ気持ちだったという子、たくさんいますし。えー、そこをです、ね、やっぱりチームで 信頼できる大人がいるんだということをチームでこう示すことが出発点になるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では、誰が聞きに行ってもいいんですけれども、とにかく裏切らない、遮らないで聞いてくれて、受け止めて、一緒に考えてくれる大人たちがいるんだということを PR して、ことに当たるということが非常に大切じゃないかなというふうに思っております高橋千鶴子君、ありがとうございます。あの ななるほどなと思ってて今聞いてましたあの先日、一時保護者を見せていただいたときにやっぱり子どもの顔色が非常に暗くてで多分、その子どもから見ると我々あの視察に行った議員なんていうのはどこの,あの, <laughs> どこのドイツで。 自分のことを分かってくれるはずもないというか、そんなふうに思って見てるだろうなあっていうのを、すごい自分の中にあって、あのまずはその信頼できる大人がいるっていうことが、まず最初の出発点だっていうのは、とても大事な指摘だったかなと思っております、それで、あの先ほどですね、あのもう一回、花島参考人と、よろずや参考人に伺いたいと思うんですけれど、あの施設内の,あの性トラブルの問題が、あの指摘がございまし であのこれはのと、まだ厚労省としてはあの初めての調査ですので、まあ、これを受けてあと、実際にどういう子どもたちがそういうあの事件を起こしているのかと、まあ、事件というほどのものでもないのも含まれておるんですけれども、あのそこからこう対策をこう議論していくということで、まあ、丁寧にやっていると思うんですけれども、でただ、その中にやっぱり親子の、 関係っていうのがやっぱ反映されてるんじゃないか。例えばその悪いことだと思わなかった。でもそれはそのと両親の D.V. を見てきているからとか、あのそういう。 のであの、当たり前にやってしまってるとかあの、いろんなことが見えてくるんではないかって思うんですけれども、その点で少し、あのやっぱりこう今起こってる、いわゆるあの子どもたち同士の暴力ですよね、でそれが、まあ、やっぱりその背景にあの、親子の関係っていうのもあるんじゃないかと思うんですが、ご意見を伺いたいと思います。島参考人 はい、ありがとうございます。あの私もその環境の中で身につけてきてしまった常識というものが子供にそういう行動をさせてるんだっていう理解が非常に大事だと思います。そういう意味で違った常識にあの触れるチャンスということなんだと思います。ただその施設内の虐待ということで言うと、同じような経験をしている子供たちがあ複数、えー、すごく密度の高い空間で暮らしているということですので、やっぱり大人の目が届かなければ、その当たり前の感覚で不適切な行動 なるるるととというここが起きののはある意味当然のことですもう一つ指摘したいのは、その施設内の虐待で乳児院の問題にまで遡る必要があるというふうに思っています、声を上げられない、言葉が通じないゼロ歳児、一歳児の時期からです、ね、どういうふうに権利を保障するのか、あるいは言葉が使えない子どもの意見表明というものを、どういうふうに大人が代弁していくのかということも、セットで考えていかないといけない。施設内虐待の問題はそういうい根深さが 非常にあるというふうに思っております。高橋千鶴子。よろずや先生。はい。えっと、私は、あの、退職後にですね。あの、愛知県内の養護施設、三つの養護施設に関わっています。その中で、施設内の暴力、性暴力をなくするための取り組みをしてるんです。しています。確かに、家庭環境は、あの、あります。けれどもですね、実際に。 その性暴力、暴力の加害者、被害者になっている子どもたちは、乳児院から養護施設に来て、そのまま引き取りの見通しもないままいる子どもたちです、その中で、加害者の子ども、思春期以降の中学生、高校生が加害者になること多いんですけれども、その加害者もですね、かつては被害児だったということが往々に見られます。 これはあの児童福祉施設の職員ならあの繰り返されている、それから児童養護施設の悪しき伝統、風土だとまで言われています。多いのは男の子同士の性器なめとかっていうような現象です。これは本当に痛ましいことですけれども、あの虐待から保護してきた子どもたちですからね。 この子どもたち施設の中が安心安全でなければ保護そのものがどうなのかということになります保護してきた子どもたちを私は加害者にも被害者にもしてはならないと思いますし何かあったら言ってきてくださいと言っても誰もほとんどの子どもたちは言わないです加害をしてても被害に遭ってても言わない被害に遭ってて大人に変にあの。 言いつけるとですからあの、私が入っている養護施設では、毎月子どもたちから聞き取りをしています。暴力をし,してないか、されてないか、見てないか、聞いてないかっていうことについてですね、毎月聞き取りをして、その聞き取りの内容に応じて、 外部を入れた安全委員会というのを構成して、その中で審議して対応しているっていうことです。とても丁寧な取り組みが必要です。以上です。高橋千鶴子君、はい、ありがとうございました。あのお二人からその入院の時からというあのキーワードが出てまいりまして、あの非常に重要な指摘だなと思って、あのどんどん。 続けて聞いていきたくなるんですが、時間がとにかくないものですから、ずっと残念に思っておりますが、あの先にあの泉参考人に伺いたいと思うんですけれども、先ほど、あの明石市の取り組みとして、本当にあの、えー 人にも人に対してもそして予算をつけるということでも、まあ、本気で取り組んできたでそのことが結局子どもに対してあの特化しているように見えるけれどもあの市全体をねこう上昇させる大きなあのー。 力になっているっていうお話があったと思います。それで、非常にありがとうございました。でその上で、今日伺いたいのは、その親に対する支援ということなんですけれども、やっぱり、虐待問題においても、親をどう支援していくのかっていうことがあの、なかなか置き去りにされて、やっぱり本当は大事なことなんだろうと思うんですね。で いあのゼロ歳児死亡事例でいうとゼロ歳児が多い、だけど虐待全体でいうとやっぱり小学生くらいの,あの世代が一番多いわけなんです、そうするとやっぱり親の貧困ですとか若年の夫婦ですとか、まあ、孤立ということがさまざまあると思うんですけれどやっぱり親への支援についてあの <laughs> どんなことができるかというのでぜひご意見を伺いたいと思います。泉参考人 ご質問ありがとうございま,すまさにおっしゃるとおりで、子どもを支援するというのは、親も支援する面が強いと思います。親が心に余裕ができ、経済的にも余裕ができ、そして子どもに向き合えると思います。明石市では例えば、まさに妊娠届のときに1時間ほど時間をかけてお話を聞きます、そして子どものリスク状況を確認し、保健師がマンツーマンになってフォローします。 電話がかかってきて、夜寝れませんと、大変ですと、電話があれば、保健師が家庭訪問して、子供をおぶって、その間、お母さんに寝ていただくということもやっております。そうすることによって、虐待のリスクが減っていくと思います。大切なことは、早い段階から関わり、親も含めて、叩く前にまず支援する、親に対して懲らしめるだけではだめで、そういう場面も必要かもしれませんが、できるだけ早く親の支援もやっていくということが重要だと思います。また明石ではは離婚の際には明 コーディネートをして、別れ話になったお父さんとの面会交流を、市の職員が立ち会ってやっておりますし、養育費についても建て替えを始めております、そうすると親御さんが自分から払い出します、そういったこともやる中で、まさに親を総合的に支援することによって、子どものリスクを減らすす考えでございます高橋千鶴子君。 ありがとうございました。あの後半の話もあのまた引き続き聞きたいなと思ったんですけれども次回になりました。また次の機会をあのえらいたいと思いますと。大変ありがとうございました。